クォーツコンポーザーはノードベースのビジュアルプログラミング言語でグラフィックデータ処理のために MacOS の開発環境の一部として提供されている。クォーツコンポーザーはオバングル、オパンクル、コアイメージ、コアビデオ、ジョバスクリプトおよびその他の技術をシンプルなビジュアルプログラミングの形で提供する。Apple はオペレーティングシステムに深くクォーツ技術を埋め込んでいる。 クオーツコンポーザーで作成したコンポジションは任意のクイックタイムアプリケーションでスタンドアロン再生することができる。例えば iTunes のビジュアライザー、スクリーンセーバーなど。クオーツコンポーザーはアプリケーションとしてココア、またはカーボンを通して GUI 部品を埋め込むことができる。このソフトは少なくとも 32MB のベレムを搭載したグラフィックカードが推奨されている。 クオーツコンポーザーには iPhone SDK が含まれるが、現時点で iOS デバイスでコンポジションを実行する方法はない。クオーツコンポーザーによるクオーツプログラミングはパッチをつなぐことで実現される。パッチとは他のプログラミング言語のルーチンと同様で基本処理単位である。これは実行され結果を生成する。パフォーマンスを向上させるためパッチは その出力が必要な時にのみ実行される遅延評価のアプローチに従う。パッチには3つのタイプがある。出力、データ処理、そしてメディアオーディオ、キーボード、マウス、その他入力を受け付ける外部入力である。パッチのコレクションはマクロと呼ばれ、一つに融合することができる。マクロは入れ子になったサブルーチンを編集することができる。レンダリング順を制御するため、 各レンダラにはレイヤーが割り当てられる。レンダラパッチの右上に番号が割り振られていて、後方から低い方へ順次レンダリングされる。レンダラは有効、無効の切り替えができる。使用されていないレイヤーをオフにすると多くの場合、性能が上がる。いくつかのパッチはパッチを内包することができる。そのパッチに適用されるパラメータの変更は回のパッチにも適用される。 例えば、照明、3D 変換、および、GLSL シェーダである。このようなパッチは丸みを帯びた形ではなく、角が四角い形で示される。バージョン3.0では、コンポジションを仮想パッチとして利用できるようになった。これにより、ユーザーは、それぞれのコンポジションに重複コピーを作らずに、作成した機能を再利用することができる。クォーツコンポーザーのエディターでは、 ユーザーが簡単に配布するためにフラットなコピーを保存することができる。バージョン4.0ではさらに拡張され、目的の仮想パッチがホストにない場合にホールバックとして使用するための仮想パッチのフラットコピーが保存される。これは大幅にコンポジションの配布を簡略化する。レオパードでのリリースでネットワーク機能が大幅に強化された。これにより、 ネットワークを介してデータの同期ができる。そしてオパンスウンドコントロールのサポートが追加された。バージョン3.0では X コードのテンプレートを使ってカスタムパッチを書くことができ、セーフモードの概念が導入され危険なパッチの読み込ませないようになった。これにより危険、または安全でない操作を実行する悪意のあるコンポジションを防ぐことができる。ただし、 アップル純正のテンプレートを使用したカスタムパッチがいつも安全なわけではない。バージョン2.0よりカスタムパッチのプラグインを開発することは可能であったが API は公開されていなかった。テンプレートはこの手順を簡略化するためにリリースされた。クオーツコンポーザーエディターでオプションキーを押しながらプレファレンスを選択すると 三つのオプションタブが追加されます。これらのオプションはシステムの設定、エディタの設定、およびクイックタイム統合設定です。ここで重要なのは拡張ツールチップ、ソフトウェアレンダリングとフレームレート無制限のレンダリングがあります。マルチサンプルアンチエイリアシングのオプションはバージョン4.0で追加されました。これによってエディタ内でアンチエイリアシングが有効になります。 ただし GPU が対応している必要があります。QC は以下のデータ型を使うことができるバージョン4.0より以下の方も追加されたデータは通常別の方に変換することができます。Quotes Composer ではパッチ間の接続の色は変換について示します。黄色の接続は変換が行われていません。オレンジは 変換によるデータの損失の可能性を示し、赤色は難しい変換を示します。Quotes Composer Editor で作成された書類は、コンポジションと呼ばれます。これは、バイナリのプロパティリストで、拡張子は、QTZ うちは、COM、Apple、q u r t z Composer Composition です。パッチや、その接続、その入力ポートなどの状態は、コンポジションファイルに保存される。 画像はコンポジション内に保存することができる。同様に埋め込まれたグラフィックスを使用した自己完結型のコンポジションを作ることができる。クオーツコンポーザーエディターに動画ファイルをドラッグすると動画ファイルへの参照が作成される。コンポジションは作成者、著作権及び説明などのメタデータを格納することができる。また JPEG、j p e g GIF、 PNG, TIFF, とが、オパニヒズ、BMP、イコ、PDF、ピクト、イクンズ、一部のデジタルカメラのローファイルなど、幅広い画像ファイルフォーマットに対応している。バージョン3.0では、コンポジションプロトコルの概念が導入されました。このプロトコルは、それぞれの目的を達成するため必要となる的確な入力や出力などのテンプレートを提供します。 以下のプロトコルは最初から用意されています。バージョン4.0で新しいプロトコルが一つ追加されました。正式にプロトコルを追加する方法はありません。しかし将来的にはこれを可能にする文書化されていない方法があります。プロトコルに加えてコンポジションでは異なるランタイムを利用することができます。レオパードではタイガーのランタイムとより良いレオパード、 ランタイムを利用できます。エディタは使われているパッチが危険か、タイガーで使用できないかを表示できます。これは互換性を炎に役立ちます。バージョン3.0ではコンポジションリポジトリが利用可能になりました。アプリケーションで処理や効果のコンポジションを共有して利用できるようにします。リポジトリに追加するには単純に コンポジションファイルをこれらの場所に入れるだけである。クオーツコンポーザー3.0においてコンポジション比較が可能になりました。ユーザーが任意の2つのコンポジションにおいて入力やレンダリングされた出力や画像を比較することができます。クオーツコンポーザーは多くの点で MAX、MSP や Pure Data に似ている。しかしこれらはどちらかというと音声の処理に重点を置かれている。 QC は音声やミディ信号に反応する映像のコンポジションを作成することができ、それをクイックタイム対応アプリケーションから再生できることから VJ たちから大きな関心を集めた。いくつかのオータメイッターアクションはレオパードで追加されました。プラグインをインストールすることで再販に対応します。PL、オリビエラトールは クォーツコンポーザーの元となるピカッセルシャックススタジオを開発した。ありがとうございます。